皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。聖剣伝説ファイナルファンタジーガイデンパート2続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の実況からかなり時間が経過しておりますが、続きをプレイしていきたいと思います。ボス戦の前ということで、いきなり突っ込んでみたいと思います。出るかな。うわ、来た。そういえば魔法使いと相談してなかったです。見てみましょう。こんな時ですが、洞窟にはマトックやモーニングスターで壊せる壁があるという。武器で叩けば普通と違う音がする。怪しいところで試してみろ。出ますか。やりました。ファイヤーの知識を手に入れた。月の鏡を手に入れた。旅の男、それをあの澄ました野郎に突きつければと正体をバラすぜ。じゃあ俺はここで失礼するぜ。うまくやんなよ。おっと、やっと外に出れました。強くなってますね。この人ですね。アイテム。ここはビンケットの館。正面の部屋はいっぱいですので、左のお部屋でお泊まりください。この先へ行ってはいけません。リー伯爵が局でお休みになっておりますので。その鏡は苦しい。あ、正体荒らしたな。やろう。お、やりました。あ、なんだ。怖いよー。叩けないやつがいます。怪しい。ここめっちゃ怪しい。あ、やりました。これはありがたい。あ、ここですね。やりました。はいよ。出てる。でも、
え、毒ないけど。あ、なんだここは。なんかボスっぽいな。さっきの階段気になります。あ、なんだこれは。違うな。一応壁も選べて。チェーンフレイルを手に入れた。やりました。新しい武器です。これですね。変わって、あ、なるほど。針は増えてます。強いですね。あー、やだー。あー、すごいな。配ってはいけませんでいい。炎が多いのか。出る。ここで。
こう出ましたね。あ、なるほど、わかりました。あ、はいはい。え、料理、ひすい、ひすい、心細かったわ。料理、こんなところを早く出よう。ああ、よかったー。マスター。出よう。出しましょう。がついております。あ、もうやだやだ、多い多い多い数が。来てくれるところがいいですね。戻ればいいのかな。とセーブ。
おっと。いい。やっと手に入れた、処女の生き血、みすみす逃がさんぞ。うわー、出たー。わー、助けてー。やりました。よかった、ヴァンパイアを倒した。トリプルの書を手に入れた。やりました。館の邪気が薄れていく。さあ早く出よう。そんな寄り道だったね。ウェンデルは南の方角よ。急ぎましょう。ウェンデルは南の方角ということで、南に行きたいと思います。武器がチェンジですね。ながら行くんです。触れております。ここは聖なる都、ウェンデル。ああ、たどり着きました。ああ旅の男、また会ったな。彼女を大事にな。彼女なんて、て。何赤くなってんだ？こんな、こんなイベントあったかな？寝てますね。
私は死ぬ前にマナの木っちゅうもんを一目見たくての、そら立派な木だそうだ。ナオトいいね。この地方の川はすべて滝につながります。滝の水はマナの木の根元から湧き出たものだと言われています。人も大地も皆マナに支えられて生きているのです。この先が大聖堂のすいません、この先が大聖堂よ。チーバは偉大な賢者、昔あった大きな戦争で活躍したっていう話だよ。西の方にドワーフの洞窟があるよ。私がシーバじゃ、オガードから話は聞いておる。奴とはジェマの同志じゃ。お、確かにそのペンダントはマナの印。さあ、あの魔法陣へ出せればペンダントからあなたがなすべき使命が聞かれよう。このイベントあったっけ？大きくなりましたね、ヒスイ。お母さん、お母さん。リバ、お、あれはバンドールとの戦いの時、みんなに勇気と希望を与えてくれた女性。母、あなたに大事なことを言います。よく聞きなさい。私と娘のあなたはマナの一族であります。マナの一族？あなたはマナの木から生まれたマナの種、それはマナの木を邪悪に染まらぬよう守る使命を背負っています。かつてバンドールはマナを悪用し、世界の平和を脅かしました。だから私はマナの木に誰も近づけないようペンダントで封印をしました。しかしまたグランスが同じ過ちを繰り返そうとしています。ジェマの騎士の助けを得て、絶対にグランスをマナの木に近づけてはなりません。母の像は消えた。お母さん。グランス兵が飛空船で攻めてきたぞ。こんなバカな。さあ、ヒスイ、安全な場所へ。はい。あ、これは行っちゃダメだ。なんか変じゃぞ。俺も行きます。後ろから不意をつかれた。あいつだ、あの男が。ちょっと待って。だらけになってる。こんな感じだったかな。忘れてます。怖いって。ヒスイは？出たー！ユリアス、なぜだ？さっきは俺を助けて、助けたのに。私の力も完全なものではない。大聖堂での儀式を見るまでは私もこの娘がマナの一族であるという自信がなかったからな。だから今までは身を隠し、この娘を守らなくてはならなかったのだ。しかし、もうこの娘はグランスのものだ。
口ほどにもない。私の実は甘く見るな。よっ、気づいたか。翡翠は？ジュリアスの飛空艇は翡翠を乗せて西へ向かったぞ。俺、奴を追います。そうか、君にはジェマの素質を感じる。これを持っていけ。ヒールの書を手に入れた。よう、やりました。体の調子が悪い時によく効く魔法じゃ。ありがとう。ジュリアスは飛空艇で西へ向かった。翡翠を助けて、どうせ翡翠を助け出してくれ。西へ向かいたいと思います。木が邪魔して通れないですね。多分装備ですか。お、やりました。これは気持ちいいぐらい切れますね。西、洞窟があるぞ。こんなんだったっけ。あら、ファイヤー。わあ、何するだ。わしの口の中に勝手に入るなだ。わあ、こんなイベントあったっけ。があります。入ってみたいと思います。あ、これはドワーフの洞窟では。ここはドワーフたちの住む洞窟。あ、やっぱり懐かしい。あ、音楽いいですね。かわいい。バッツは冒険好き。今日も北の廃校に探検に行っていると思うよ。ここはミスリルの産地だからね。ガイアの洞窟とは古代の怪物が化石となった洞窟。ミスリルが鉱物だったって言うけど変わってるね。は西に飛んでいったよ。でも西の大陸にはガイアの洞窟を抜けなくては。昨日の頃はワッツと一緒に廃校のトロッコで遊んだもんだよ。もう錆びついて動かないだろうな。錆を取りたい。南の小屋の道具屋にそんなのがあったかな。はい、それでは時間の区切りも良いところなのでこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。